イタリアっていいよね。おしゃれだし、食べ物もとっても美味しそうだし、行ってみたいな。この前、マリちゃんが今度のライブのイメージにどうかなってイタリアの写真を持ってきてくれたんだけど、すっごく素敵だったんだ。ようちゃんはベネチアのゴンドラに釘付けだったし、ミラノを歩く人たちはファッションもとってもおしゃれだったんだよ。やっぱり流行の最先端の街は違うなって実感したんだよね。沼津とも東京とも違った良さがあっていいなって思ったんだ。海外っていいよね。内浦からだと東京に行くのも一苦労なんだけど、一度は行ってみたいな。今までは漠然と海外に行ってみたいって思うことはあったんだけど、イタリアの写真を見たらイタリアに行きたくなってきちゃった。でも東京とか北海道を飛び越えてイタリアってすぐには行けないよね。だから今日は気分だけでもイタリアにしたんだ。今日のコーディネートは赤と白と緑、イタリアの国旗をイメージしてみたんだよ。緑のシャツを腰に巻いてアレンジしてるのが私流だよ。あとイタリア国旗がついてるピンもつけてきたんだ。まあ実はもう一つあるから、あなたもつけてお揃いにしない？これでジェラートを食べたりしたら気分はイタリアだよね。